はい、おはようございます。現在の時刻は7時55分です。現在私は JR 西日本大阪駅の駅前に来ております。じゃあね、これからどこに行くかと言います と、大阪市内からね、出している企画の切符で、サイコロ切符っていうのがあるんです。でサイコロ切符ってね、3日間使える、3日間連続している3日間使える、まあ、企画の、特急券というか乗車券というか、商品でございまして、大阪から、ね、東舞鶴や阿波羅温泉、余部、白浜、倉敷、尾道といった、6カ所、サイコロを実際に振ってみて出た目によって行き先が決まるという、で往復、ね、大阪市内から特急使って5000円できるという、まあ、なんとも、ね、ぶっ飛んだ、商品でございます。稀に博多も出るようです。博多が、ね、36分の1という確率が思いますけれども、で今回ね、自分がね、どこ行きたいかっていうとね、まあ、博多以外だったらどこでもいいかなと。博多はまあ、比較的ね、気軽に行ける距離ではないんですけども、まあ、行こうと思えばいつでも行けるんで、せっかくなんでね、博多以外の、めったに行かないところに、行きたいなと思ってます。で実際ね、自分はもうね、サイコロ振ってます。で行き先は決まってるんですけれども、まあとりあえずね、切符を発券するまでお楽しみということで、で3日間使えるんですけども、まあ、日帰りで、行ってきます。これからね、大阪から、切符を受け取って、それからね、新幹線に乗るんですけども、新幹線乗って行って、それでまあすぐ、すぐではないんですけどもね、また今日、夕方にはね、大阪の方に戻ってきます。券売機で、切符を受け取らなきゃいけないんで、これからね、大阪駅の中に入っていこうと思います。せっかくね、お風呂入って汗流したんですけども、また汗出てきちゃって、まあ、入んなくてもよかったんじゃないと思うんですけど、まあ、とりあえずね、夜行バスの汗は流しました。汗って言ってもね、冷房がね、結構ね、ガンガン効いてて、毛布がないとね、ちょっと寒いくらいだったんで、実は全く汗はかかなかったんですけれども、大阪駅に着いて降りた瞬間に汗が噴き出してきて、とりあえず噴き出した汗をとりあえず、シャワーとお風呂で流してきたんですけども、またね、お風呂上がって出てきたらまた汗かいちゃってるんで、一応ね、1時間サウナということで、まあ、速攻1500円くらいがこれで出てきたんですけれども、ちょっともったいなかったかなっていう、そんな気はしないでもありません。もう全然ね、めったに来ないんでね、めちゃめちゃ迷ってます。とりあえず大阪着いてね、地下を入ってすぐ迷ってしまいました。はい、ではね、サイコロ切符の、切符を発見しました。行き先はね、倉敷です。これからね、新幹線に乗ってね、倉敷まで行きます。まあ、倉敷自体はね、山陽本線の駅なんですけれども、こちらがね、行きと帰りの券ですね。で2枚目、こちらが帰り、倉敷から大阪までの、乗車券というか特急券です。はい、3枚目、これが、ね、新幹線の指定席券です。今回は、ね、8時55分発の、みずほ605号に乗って岡山まで行きます。で帰りは、ね、同じ日、12時33分発の、のぞみ108号に乗って、岡山出発して新大阪まで戻ってきます。倉敷の滞在時間が、ね、2時間ほどしかないんですけども、ちょっと、ね、この後の予定が、ね、結構タイトなスケジュールなので、まあ、しょうがないですね。でも倉敷で、ね、美岩地区の方行けば、ね、比較的、ね、いろいろと回れるんじゃないかなと思っております。では、ね、今8時5分です。そろそろ、ね、とりあえず東海道線に乗って、新大阪の方まで、行こうと思います。
はい、ホームに上がったらね、8時25分くらいにホームに上がったらね、もう止まってました。これ乗っていいのかね。でもなんか、とりあえずこれから車内清掃するそうです。危うく乗るところでした。岡山駅に到着しました。ここでね、山陽本線に乗り換えです。ちょっとホームの反対側のホームにはね、500系のハローキティ仕様の、こだま号新大阪行きが、止まっております。あれもね、一回乗ってみたんですけどね、おすすめは、6号車かな、6号車か7号車かな、もともとグリーン車だった座席の、指定席がおすすめです。はい、岡山から、ね、この山陽本線の三原行きの普通列車9時53分発です。倉敷なんですけど、倉敷までは、ね、乗ってる時間10分くらいなんでね、このままね、別に立ってても座っててもどっちでもいいんで、このまま乗っていこうと思います。倉敷に、ね、初めて着いて最初の印象、倉敷駅って、ね、意外と大きいんですよね。天満屋があったりとかね、駅前に大きなデパートが、こうやってあります。駅も、ね、立派ですしね、びっくりしました。もっとねこじんまりしてる駅かなと思って、まあ、失礼な話なんですけども、思いました。これからね歩いて10分くらい美岩地区に行きます。で、帰りの電車がね12時過ぎくらいのね、山陽本線かな、伯備線からの直通列車だったと思います。これに乗ってまた岡山まで行くんで、そんなにね時間があるわけではないんですけれども、これからね短い時間ですけども美岩の方に行こうと思います。これ綺麗な、これマンションいいですよね。タワーマンションというよりもね、こういうような7、8階、10階出てくらいのこういったマンションの方が自分は好きです。でね、一番ねいいなと思ったのはこの歩道の広さ。これ車道もね、広いんですけども、この歩道もねゆったりとね、歩けるんでね、これいいですよね。こちら、アチテラス倉敷っていうんですかね。こちらこんな感じでマンションがあったりとか、いろんなものがあります。
倉敷88箇所霊場80番国分寺千手観音、あ、こういうのもあるんですね。ちょっと見てきましょうか。はい、倉敷の駅から約10分くらいですね、のんびり歩いてきたんですけども、まあ、美観地区入り口のところに来ました。ここから先がね、こういったね、古き良き、ことはストリートというか通りというか、なっております。まあ、1時間くらいはね、いられるようなので、プラプラ歩こうと思います。これ白桃のソフトクリームとか、倉敷というか岡山名物の、こういったものがいろいろ並んでおります。意外とね、こういうの好きなんでね、ただね、食べ過ぎるとね、お腹壊す可能性が高いので、ちょっとほどほどにしとこうかなと思います。ただ暑いんでね、これ冷たいものを食べたくなりますよね。この豆芝カフェって言って、これカフェの中に豆芝がいるんですかね。で、豆芝茶屋って言って、この中にね、カレーパン専門店もあるようです。これもね、あ、これもね、チーズカレーパン1個380円、これお昼にちょうどいいかもしれないですね。はい、こうやってね、歩行者自転車専用で、お、これなんだろう、白鳥ですかね、なんか鳥がいますね。はい、今ね、この美観地区をね、こうやって歩いてはいるんですけれども、まあね、日が差しててね、めちゃくちゃ暑いです。で、めちゃくちゃ暑いところにね、皆さんマスクをしているので、まあ、これ大変ですよね。これいつまでこのマスクやってるんでしょうかね。それにしてもね、このね、川とかね、こういう雰囲気はね、めちゃくちゃいいんです。のんびりしたいんですけども、でもね、暑いですね。これ本当に暑くてね、たまらなくて、溶けてしまいそうです。倉敷桃子って言って、これまたこれね、いろんなものがこうやってあります。罪深い桃のゼリーとかメロンのゼリーとか、こういったのもあります。こういったフレッシュジュース、桃のフレッシュジュースなども売っております。ただね、飲みたいんですけども、いきなりここで飲んでしまうと、もう疲れて、もう帰ろうか、戻ろうかってなっちゃうんで、もうちょっと我慢してみましょう。セミの大合唱聞こえますかね。この木にはね、セミが多分ものすごい数のセミがね、止まってるんだと思います。これはすごいな。これこういったのもあります。で、セミがね、これ鳴いて暑苦しそうじゃないですか。本当に暑いんですよね。びっくりするくらい暑いです。で、ね、遮るものが、ね、あまりないのでね、こうやって建物ね、こういう少しね、小さい日陰にね、上に歩いて、太陽の日差しを遮っております。かまぼこのお店があって、向こうにもね、かまぼこのお店があるんですけども、ここはね、かまぼこをメインで売ってるんですかね、かまぼこ通りなんですかね。結構ね、かまぼこのお店が並んでおりますではあるんですけれども、こういったミッフィーの、パン屋さんがあったりとか、あ、パンのね、すごいいい匂いが、鼻をついてきますね。結構いい匂いです。で、ミッフィーの隣がね、こういったこのスヌーピーのチョコレート工房といって、スヌーピーのね、こうやってチョコレートのこういったお店があります。店の前にはね、こうやってね、スヌーピーが飾られております。隣はね、ミッフィーが大きなぬいぐるみっていうか、ぬいぐるみではないですね、ミッフィーがあったんですけど、ここがね、大きなスヌーピーがあります。ここね、かまぼこがあったりとか、可愛いキャラクターがあったりとか、結構ね、ここはね、面白い通りですね。ここはデニム研究所といって、デニムのお店ですね。で、こちら、この道路の向かい側にもね、このデニムのお店があるので、割とこの通りはデニムストリートなんですけど、さっきのかまぼこストリートだったんですけども、今度ここはね、デニムストリートっぽいですね。でもね、デニムとかかまぼことかあってもね、岡山の名物、桃とかメロンといった、そういったものはちゃんと、あるようです。
この美観の駐車場は高いですね。平日は、ね、1800円なんですけども、最大料金としては、土日祝とかだと20分300円ということは1時間900円と結構ね、東京レベルの高さですよね。やっぱり観光地だけあってね、駐車場高いですね。まあ、この辺はね、車で来るべきではないかなと。美観の外側にね、車を止めて、それで、あとはね、歩きとかそういったので、来た方がいいんじゃないかなと思います。ここがこういった高砂橋っていうんですかね、こういう橋になっております。でこっち見るとこうやって美観の方が、街並みがこうやって見えております。こっちはね、さっきの方の反対側のこのね、川の向こう側の通りとかで見るとこうやって、ね、若干広くなっておりまして、すごい、観光客もね、散っている、ばらけているので、とても歩きやすい、道です。倉敷のお箸屋さん、箸のお店もあるんですね。こういったのもあるんだ。なんかこういう、こう雰囲気が良さそうな、喫茶店、コーヒー屋さんがあります。ちょっとね、入りづらそうな雰囲気なんですけども、10時から夕方5時までやってるそうです。はい、一通りね、美観地区の、周りをぐるーっと歩いてみました。特にね、どっかの店に入るってことはしなかったんですけども、とにかくね、暑くてね、なんかもう歩くのがすごい、しんどい状態です。なんかね、お店に入ってね、プラプラ見るのもいいかなと思います。ただね、まあぼちぼち今11時くらいなんでね、駅の方に戻ってもいいかなと思います。あ、なんかね、お店があるんでちょっと面白そうだな。ちょっとこの辺のお店行ってみましょうかね。お店の中きっとね、冷房効いてるんで涼しいかと思います。はい、でね、これもう食べかけになるんですけども、これ美観地区入り口のところにね、アイスクリーム屋さんがあったので、ここでね、白桃ソフトを買ってみました。450円です。桃の味がしてね、とっても美味しいです。はい、現在の時刻ね、11時15分です。倉敷駅に戻ってきました。本当はね、12時3分のね、電車に乗って岡山に戻る予定だったんですけども、ちょっと早めに戻ろうかな。人通り見てね、まあいろいろ見て回ったので、まあもう十分かなと。時間がね、十分にあればね、いろんなとこ見て回りたい。本当はね、倉敷もね、いろんなとこ、見どころはね、美観地区だけじゃない、いろんなとこあるはずなんですけども、和習山とか、あっちの方も行ってみたかったんですけど、まあ時間限られてるんでね、新幹線がね、12時ね、33分だったかな、そんくらいの新幹線なんですけど、もしかして上辺できればね、もうちょっとね、早くね、新幹線乗って大阪に戻ろうかなと思います。とりあえず駅の中に入ってね、これから、山陽本線で岡山まで戻るんですけれども、まあ、電車何時があるのかな、1本か2本、早いのがあればね、それ乗ってね、岡山目指そうと思います。まもなく岡山に到着します。岡山到着前にね、こうやって黄色い電車がね、いっぱい、止まってました。まあね、できなかったらできないでね、別に岡山駅でなんかちょっと落ちでもしてね、時間潰そうかなと思ってるし、まあ岡山着いた、大阪着いたともね、割と時間に余裕があるのでね、別にこのままでも大丈夫なんですけど、はい、まもなく岡山に到着します。はい、岡山駅に来ました。次乗る新幹線がね、12時33分発ののぞみ108号東京行きです。これに乗ってね、新大阪まで行きます。今ホームに止まっているのは12時29分発の光510号、東京行きです。これね、今お盆の季節っていうだけあってね、多くの新幹線が、大阪や東京方面に、向かいます。途中の停車駅は姫路、新神戸、
新大阪に着きました。日帰りでね、ダッシュで、とりあえずね、倉敷まで行ってきました。5000円でね、サイクロ旅、十分楽しむことができました。ただね、倉敷がね、めちゃめちゃ暑くてね、汗びっしょりになっちゃって、また今度、涼しい時期に、行こうかなと思っております。新大阪に着きました。新大阪からね、大阪メトロ、御堂筋線乗って、これから難波の方に行きます。サイコロチップ、5000円でね、日帰りで、まあ、ダッシュですけども、倉敷まで行ってきました。本当はね、3日間連続で使えるんですけども、ちょっと時間の都合でね、日帰りになっております。倉敷ね、めちゃめちゃ暑かったです。できればね、今度は涼しい時期に行きたいと思っております。いろんな魅力的なね、場所がね、いっぱいあるんでね、また機会があったら、サイコロくじ引いてみたいと思います。今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。